シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ようからけはまとまぎコラボアルファガチャ引いてくってやさで。さあというわけで今回はまどまぎコラボアルファガチャ引いてきたいと思うぜ。はい、ということでやってきたな。いやマジ楽しみだったわ。でなんとかイラスト仕上げたよ。ちょっともう翌日にコラボスタートするのやめてくれる？ちょっと2、3日余裕持ってよ本当に。いやというのが前回コラボ時0時スタートで結局最後まで時間なくイラスト間に合わなかったんだよな。うん、だから今回ちょっと頑張ったわ。まあ、当時から、男キャラいねえじゃねえかよと、すげえ思ってたんだけど、はい、悪魔ホムラちゃんになりました。ああ、いや、もともとにいる！もともとにいるわ！悪魔、いや、サタン悪魔ちゃん、じゃあサタンホムラちゃんね、もう、サムラちゃんで行こう。はい、ということで、ガチャ画面に行きますか。いや、マジで怖え。わー、来てる！というのが、俺、この窓巻きコラボガチャにすげー因縁があんのよ。まあ、俺っていつも、もうそんなことあるってぐらい、わけわからんぐらい偏って被りまくるじゃねえか。まあ、人引きかましてんだけど、この前回の窓巻きコラボガチャ、おそらく過去最高です。これ。おかしいやろ、これ！おかしいやろ！これ、窓か一体出るまでの状態。は？こマジバカにしとんか、これ。これ10万以上かかってます、窓か一体出るのに。で、しかも、これ、後半というか、3分の1は、ピックアップで引いてます。窓かピックアップ。ホムラちゃんしか出ません。アホかー！ほんまによ、これは泣いたぞ！これはやりすぎ、ほんと。ちょっとね、ほんま。はい、まあ、ということでね、そんな過去があって、ホムラちゃんが、まあ、原作再現してね、窓からの代わりに出まくんのよね。で、なんか前回と似たような構図で、窓から一番のあたりで、おら、待って、ホムラちゃん、もうやめてよ。ほんと、今回ちょっと遠慮してな、ほんと。で、それを知ってるから、前回ニュースまとめのコメント欄でみんなが、あ、いき、また、窓か出ずに、ホムラちゃん出まくって泣く、地獄見る、大叫びするって書いてんだけど、やめて！ほんとそうなるから！なんかそうなる力持ってんのよ！俺、マジ、ようわからん力を、運営さんも遊んでるかもしれんけども、ちょ、ほんと勘弁してな、マジ。これ前回と違って、ピックアップねえから、それやられると、俺、マジもう終わるんだよな。ほんと。前回ピックアップでもあれだったからな。いやー、怖え。はい、まあ、ということで、今回、まあ、窓か優先して狙っていくけども、いつも通りフルコンプするまで引いていく。で、オーブもしっかり1000個以上用意していいだ。では、行きますか！でも、まあ、俺の予想では、多分、もう、すぐ出ると思う。最初に、窓かが。で、なんか兄貴つまらんなって感じで終わると思うんだけどな。でも、じゃねえと確率的におかしいだろなあ。で、それでホムラちゃん最初出たら俺もうちょっと怖くて震えるけどな。では行こう！さあ、頼む！うわっ！ほら！最初に出て安心させてくれ！止まったら誰か。はい、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 ああ、はい、はい。いや、まあまあまあ、まあまあ。なんか最初からこの気合い入れて弾いてたら、俺体力持たんぞ。うん。今でも次来るかもよ。次来るんじゃねえか？いや、これ、ホムラちゃんだったら怖え。ほら！最初に当てて、安心していこう。頼む！はい、はい、はい、うん、ラベンダー、おめえら付き合っとんか！そら！あー、ぶねえ！いや、いいんじゃねえか？ホムラちゃんスタートよりは、いいぞ！
え、これいいんじゃねえか。そのホムラちゃんからもう被りまくるというそのルートをちょっと打ち消した可能性あるぞ。でもこっからマドカルートかホムラルート決まるけど、まあまあまあ運命を先延ばしにしたぐらいか。まあでもいいでしょう。はいはいはい、まあ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 。じゃあでもなんかいい感じがする、いい感じがする。はい、次どちらが出るのかもうそれで決まるよ。オーラー、ちょっと待って、頼む、マドが来い、頼む、止まったらどっちか、これ来い、頼む、本当に。はい、さあ、おじゃおじゃ、みんな知ってた、もうみんな知ってた、うん。もうあのこれほど読めたもんはねえな。これほど読めるもんねえぞ。もうこれもう誰もが予想できた結果じゃないこれ。誰もがホムラ、まマドカちゃん出ると思ってない誰も。いや、あーちょっと強子なんだったマジ。いやでもすぐ2体出てる。よく考えるとこんなことはあんまねえよな俺。でもマドカアルファ出させねえっていう意地を感じるわ。まあそもそも俺いつもお目当て最後なんだけど、いやここでホムラちゃん引いたら俺なんか運命で、ね、変な流れ作った気する。まあまあまあ、ちょっと次行きますか、切り替えていこう。はい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 、いやーなんか俺ここでほんとマドカ引けなかったのちょっとやばい気するかもしれない。ちょやばいかもしれん。ここがなんかもうほんと分岐点だったかもしれない。これで見ると怖えな。おい、しかも、バナーが、マドカで。大丈夫かな本当に。だから、この2体がマドカだっても、マドカこれで1体でもよかったわけでしょ、この2体出てんだから。いや、マジで怖え、これ。ピックアップねえからな。オーラー、ピ狙いあるぞ。いやでもさすがにな。まあでも次出たらもうちょっとかぶりルートある。うん、はい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 、止まれ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 、はあ、嘘やろ、いや、ちょっと待って、これ、俺終わった、俺、もしかして、これ。俺、終わった、これ。前回のあの流れの被りからして、また、ホムラちゃん。いや、まだわからん、まだわからん。まだわからんの前に、もう窓が出てねえんだけどな。オーラー、もう窓かが出てねえのは、変わりねえんだが。若干、ちょっと。若干なんかリアクションの前になんかドン引きしてる、マジで。いや、わからん。そんなことね、さすがにそんなことはねえよ。さすがにそんなことね、強子が被りまくる未来だってあるんだから、そんなことはねえよ、さすがにな。次出たらもうそう思うわ、やばいと思うわ、さすがにな。な、はい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 、うん、クソネズミ、はい、またの名曲ブリーチコラボ、サンキューオーケー。あー、星様がたまたま完了、来るよ。これが窓かや、これが窓かや。あ、これで終わろう。はい、窓か、あー、よかった、窓か、違うわー。なんか別のキャラだったな、他になんかマドカに似たやついたよな。じゃあもう頼む、出てくれ、もう出れば終わりなんだから、マドカが出れば終わりなんだから。止まれ、はいはいはい、いや、じゃあじゃあ、こ怖い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 、いやいや、もう怖い怖い、はん、
怖い。どういうこと？いや、今回だけやねえの。前回も合わせてだからこれ。やりすぎ。いや、もう被って怖いとかじゃないこれ。テーブル、聞いてない？聞いてるとかじゃないわこれ。これ事前に運営さんもいくらでもこれできるよな。俺が前回被ってるから俺。ちょっと待って。ここは。ほら。ニワトリみたいな、大きい将軍かニワトリみたいなんだけど、ちょっとマジ勘弁してマジ。大丈夫？白芸リゼロコラボさんっけ、これマドカが出ねえとかじゃないの？マドカが出ねえ云々の前で中でなくていいの？もうこれもうマドカは入ってない可能性ある。これホームランチャンしか出ない。ちょっとマジ、ちょっと本当にいい加減にしなさいよこれマジなあ。ちょっと待って、マジこれ俺多分言っていい、もう本当にかぶりに入りました。過去最高レベルのこれ、前回も合わせてこれ出ます。ホムラちゃんまた出ます。もうこれもう俺わかるもん、これもうかぶりのプロよ俺。これ言わせられたらわかるもん俺。これ出るから、もう出るよ。まあ、ここは出てないけど、わー、竹彦じゃねえよ、サルタコで。だろマジで。もう近いうち出るよ。はい、マドカ。みんなわかってるな、マドカな、マドカな。はい、止まったらマドカよ。はいはいはい、わかってた。このパワー、はい、みんな知ってる。マドカは入ってない。ホームラちゃんしか出ません。原作再現してます。ホームラちゃん俺が大好きか、俺に絶対マドカやりたくないか、どっちか。もうはい、もうわかったもん。もうわかったな、これな。もうみんな信じて、俺は裏で悪いことはしない、仕組んでもありません。毎回これだけど、今回はもうレベルが違う。これでよ、マドカが被りまくる、京子が被りまくる、うわー被った、うわー残念。じゃあそれはもう、そんなんは誰でもあること。ここでホームランちゃんを被せてるの、これあっ、ここでホームランちゃんをかぶせてるのはすごいと思ってくれマジ。ちょっと待って、待って、これホームランちゃんじゃねえ。諦めたらそれまでだ。でも君なら運命を変えられる。なんか前もあったこの格で。あれなんか SO のナトアルバコラボみたいな。使い回しないのこれ。キャラだけ変えてるだけないこれ。たまたま完了。ホムラちゃん、はい、ホムラちゃんです、これは。うわあ、やるほど、もう違う、ホムラちゃんじゃないという前に、マドカちゃんは絶対出さんのやな。なんだか、マドカ入ってません、これ。ま、かが、マドカ入っとんか、絶対確率おかしいやろ、これ。絶対確率違うだろ、これ。俺だけ窓が違うだろう。俺だけ窓が違うだろうが確率これな。もう逆にテンション上がってきたこれ。もう窓がむしろ出るな、ほんまもう。もうむしろ出るな、もう。むしろ出るな、もう。もはやもう。ほらー、だから出るなって言っとけば出るかもしれんもんな。さ、あんのよ、だから、出るな。諦めたらそれまでだ。なんか出るなとか言ったから運命を変えられる、壊れたかと思ったよマジ。ちょっと、もう
もうこれもう穂村ちゃんでしょ、もう分かってんだよ、もうみんな知ってるから、このここの穂村ちゃんでしょ。はい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 、もう当然のように出る。もうみんな知ってる、当然のように出る。もう出て当たり前のような顔してる。俺ももう慣れた。あ、ちょっと待って、そうよ、俺なんか俺肝心なこと忘れてた。俺次の窓巻きコラボ来た時に、ホムラちゃんもしちょっと偏ったら運極したろうとかっていう野望があったんだった。あれ、そうじゃねえかよ、それ全然触れてなかった。え、50でしょ、ホムなんかヘムヘムみたいな発想になったけど、え、ホム50でしょ、もともとが。今なんぼこれ、え、今なんぼだったっけ、25。今だけでも75。なんか運命なのか変なテーブルがあるのか知らんけども、偏りまくってるから、まあ、あともう少し偏ったら考えるわ。もうキャラ残すとか考えるとか、でも多分ちょっとでもこれした方がいいかな、マジ。はいはい、なんか俺もう多分ほんと何の理由もねえけど、この後もホブラちゃん出続けると思ってんのよ。ここまで来たら運極しようとすると収束して確率が出なくなるとか、マジやめてほしい。でも結局35万ザルは最後まで確率収束せずに出続けたからあるよ。はい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 、うん、はるかの友達。まあ、でもよ、窓マギって俺結構もうほんと窓マギ始まった時くらいから見てて、映画も全部見てんのよ。だからまあでもとりわけそのホムラちゃんに愛着があるってわけではないんだけど、モンストで愛着出たな、モンストで愛着湧くっていう。はい、ユニコーン10中みんなユニットが何事か、何事か。でもさすがにキュッピーン来たら窓か狙うよとか、窓か当てようからホムラ当てように変わっとるやんけ。ほらダメよ、窓かは出さなきゃ、使ってみたから出せねえんだって、マジで。と頼むよ、ほんと。はいはいはい、ハルコの友達頼む、無駄所に本席取るかな。あるこの友達、最近高確率で お目当て連れてくる。いや、マドカを連れてこい、なんでホムラちゃんを連れてくんのお前。まあ、確かに、まあでも、いやでもお前でも、いやでもそうか、いやでも緑川光やっぱでも、いやでもホムラちゃんと仲いい、いやでもマドカちゃんの良き理解者みたいな感じ顔してるぞお前、マジ。ちびまる子ちゃんのたまちゃんみたいな感じで、いやでもまる子がマドカというわけじゃないけど、もう頭おかしくなってる、完璧な頭おかしくなってる。まあ、ハルコの友達は仕事をした。とか、まあ、でも、まあ、なんか、その前に当然のように出てるな。当然のように出てる。やばいでしょ。おーらーちょっとマジこれ運極あるな、まさかのホムラちゃん運極ライブ、ワンピースとジョドしか、大好きな作品しかやってねえけど、まあ、窓巻きも大好きだけど、たまたま完了。ちょっとやべえ、なんか雑引きしてるわ。いや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 、もうマルタ、マドカじゃねえ、マルタよおめえ、帰れ。あ、待って、オーブ何個今、500個か。ちょっとね、予想外の流れなんすよねこれな。予想外じゃない、予想してたね、最悪のシナリオ言ってんだわ。だから予想してんだこれ、予想ないです。
最悪のシナリオ言ってます。とりあえずよ、オーブ1400個から始めたから、だから450、だからあと2、30連して終わろう。とりあえずこれ切りねえ。俺らもうこれ直感で言うと、出ません。これわかる？うん。老いてますます健在というところかな。これね、出ません。こんなに工場出てで、コラボ出てのおかしいのボケなすが、これ出ません。これ言える。もう今までかぶり続けた、いろいろかぶり続けた俺にとって言うと、もうこれは窓か、あと2、30分引いても出ません。うん、だから、ね、ピックアップもないし、地獄なんですわ。はい。うん、だからもう、あと2、30分引いても出ません。とか言ってたら出るかなって思ったんです。終わり。ちょっともうここで一区切りするわ。1000個使ったから。でも1000個使ってキャラはめっちゃ出たな。そのホムラちゃんがまあすごい出たいんでしょうよ、かぶりたいんでしょうよ。だからホムラちゃんってめっちゃ出てんだけど、おい、これいや待って、これ皆さん、アルファガチャの闇ですとか、もうそもそもモンストのガチャの闇です。私結構もうほぼ大体こうなってます、いつも。これ何も仕組んでおりません、本当に。もう無実です。高確率で私偏ります。過去動画見てください。バカにしてんのか、このパワーどんな確率やねんこれ。ちょっと待って、もう怖すぎて、なんかちょっとバカにしてんのかが出てなかったけど、いやいや待って、一段の時も窓か狙って窓か出ずにホムラちゃんかぶりまくって、でアルバの時もまた同じ、これどんな確率、これ起こりうるの、これやばいでしょ。なんか別の力が働いてるとしか思えねえんだが、俺の力ということでいいんかこれ。おいおいおい、これ、いや、これは、見事に、みんなというか、俺も含めての予想通りになってんだわ。これ、やばいな、これ。本当に何もねえの、これ。ちょっと、やばいな。なあ、まあ、ということですわ。もう、アルファで窓まが、アルファで窓かが出ないとか、うんぬんの前に、もう、この絵がもうやばい事象でしょ、本当に。はい、で皆さんね、引く場合、本当気をつけてくれよ、マジで。はい、まあ、運極もちょっと考える。うん。ぜひ皆さん、どうなったかとかね、感想コメント書いてくれたら嬉しい。次の動画でお会いしましょう。あばよ。いや、かなり惜しい予言者おった。いいからそこに並べ。俺が焼き寄せやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣き言ってしかたねえ。